インパクトでグリップの位置がずれてこういうフォローになっている方はまず右手1本で体を開いて右肩の前にしっかり出す。どういった練習をすればプロのような大きなフォローで距離を出すことができるのか、このポイントについてお話していきたいと思います。ジャグル TV 始まるよ。まずプロとアマチュアで何が一番違うのかというと、フォローでグリップの位置が右の肩の前にあるのか左肩の前にあるのか。プロはインパクトからフォローにかけてグリップエンドが右肩の前にあります。これが左肩の前に来ると手の長さの関係上左肘が引けて左肩が上がってこういうフォローになります。プロは右肩の前にグリップが出るので体が開いていっても伸びやかで大きなフォロー出るようになります。このポイントが分かったところで、じゃあインパクトからフォローにかけて右肩の前でしっかり大きくフォローを出そうと意識をしたところで多分うまく打つことはできません。これはなぜかというと、体が開いてハンドファーストに当たるからこそ右肩の前で大きなフォローを出すことができています。言葉で説明しても分かりづらいので、実際にこれからお話しする練習をやっていただくと体験することができると思います。まずアドレスを取ったらこのまま回れ左、腰も胸も90度目標に向けてください。そして前傾します。この形、このまま手だけでバックスイングを引いて球を打ちます。そして打った後にしっかり右の肩の前にグリップを出していただいて、こういうフィニッシュ、グリップエンドが後ろから見て見えなくならないようにこのまま左を向いて手で引いてまっすぐ出す。これが体が開いてハンドファーストになりながら、そして右肩の前で大きなフォローが出る、このスイングができたことになります。それではアマチュアの方が何が起こっているのか、腰も胸も正面に向けたまま同じ片手打ちで球を打ってみてください。そして打った後にグリップを右の肩の前に同じように出そうとしてみてください。打っていただくと分かりますが、今のようにまともに当たらないと思います。無理やり正面に向いたまま打ってグリップを右肩の前に出すと今度は空振りすると思います。アマチュアの方がフォローで左肘が引けて大きく出せていない、これはインパクトの時に体が開いていない、半身になっていないからこそ起こっている現象なのです。体を開きながら大きなフォローを出す練習として、アドレスをしたらこのまま90度回る、で球は見てください。このまま右肩の前にグリップを出します。ダメな位置はここです。右肩の前、手で引いて右肩の前にグリップを出す。実際に打つ時も引いて体が開き、先ほどの片手打ちした時の感覚、このぐらい開いておいて、そして右肩の前にグリップを出してください。これはハーフスイングなので右の肩の前グリップエンドが見えていますが、実際はこのまま体が回り続けるので映像で見るとグリップの位置は見えなくなります。インパクトで体が開かずグリップの位置がずれてこういうフォロー、こういう感じになっている方はまず右手1本で体を開いて右肩の前にしっかり出す。このインパクトの感じを覚えておいて両手で同じスイングをやっていただくと、体を開きながらそして大きなフォローで球を飛ばす感覚、必ず分かってくると思います。フォローの見た目があまり良くないと悩んでいる方はぜひ今回のドリルやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。はじめまして、チャゴル TV 公式アプリへようこそ。当アプリでは携帯またはパソコンの画面から様々なコンテンツサービスをご利用いただけます。例えばコンテンツボタンから毎週金曜に公開しているチャゴル理論深掘り動画をお楽しみいただけます。また、
会員の方による情報発信の場であるチャボル会員の部屋キャ、直接チャーリー高沖からスイング動画へアドバイスをもらえるお悩みアドバイス。毎月オンラインで会員の方からのご質問にお答えしていくチャボルズームミーティングなどのコンテンツもご利用いただけます。さらに全国で開催しているチャボルレッスン会への優先予約やチャーリー高沖が指導しているプロや研修生の近況報告などもあります。そしてチャボル理論をわかりやすくまとめたチャボル理論最新のまとめなど様々なコンテンツをご用意しております。タイムラインを押すことで最新の投稿をすべて閲覧できます。また投稿の通知音が気になる方は画面上のベルマークから通知機能のオン・オフを切り替えることができます。充実したゴルフライフに役立てていただけることを願っています。ぜひご活用ください。